経済産業省の渡辺室長からご挨拶を頂戴したいと存じます。よろしくお願いします。どうも皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年の菓子交換会の挨拶、これほど難しいものはございません。今日はですね、意気込みを見せて情熱の赤のネクタイを参りました。もう暗い話はいたしません。将来に向けてどうやって頑張っていくか、そういう話をいくつかさせていただきたいと思います。昨年から今年にかけましてですね、私どもおよそ思いつくすべての対策を次から次へと打ち出してございます。具体的に申し上げますと、後でお土産にいっぱいありますから入り口でお持ち帰りください。最初にありますのは、中小小規模企業全力を挙げて応援いたします。中小企業庁セーフティーネット6兆円もう4兆円ぐらい使いましたけれども、信用保証協会の方で 100% 信用をつけるというのでどんどんとやってます。ぜひお使いください。苦しくなってから借りに行くとなかなか貸してもらえませんけれども、早いうちにとりあえず借りてですね、準備しておくと、こういうことだと思います。資金、それから雇用の方ですね、雇用対策140万人ということで下がります。バーンと出しました。その中でも一番実質的に効果がございましたのは、いわゆる雇用安定助成金、雇調金という方が聞き慣れているかもしれませんけれども、雇用安定助成金、これの運用を大幅に緩和いたしました。従来ですと、対前年、同月比から見た3ヶ月間に、比べて、その従業員数が減っている、もしくは売上が減っている、この2つが要件だったんですね。で、去年の前半ガーッと上がってきましたから、10月直前ぐらいまでは比較的余波だったと。で、そうするとですね、対前年で見ると、その前の年よりかは仕事量が多かったりして、人もいっぱい拡充したりしててですね、補助金使えないというご要望がだいぶございました。これはもう何のためにそれじゃやってるのか分かんないと。今困ってる人たちをこうサポートするためにやってるわけですから、そういう運用はもう抜本的に見直そうということで、もう1週間単位で、厚生労働省のバン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 と緩和してたんですけど、結局最後は雇用量の要件が全廃しました。極論で言いますとね、人増えてたっていいんですよ、仕事が減ってれば。ほぼ全員、これ補助率は違いますけど、大企業、中小企業両方使えますから、お集めの皆様方全員使えると思います、相当儲かってない限り。したがってですね、お使いください。これも苦しくなってから使うんじゃなくて、今のうちに使っておいた方がいいと思います。財源がなくなっちゃうと困りますから。一応3年間で200日までっていう、運用ルールなんですけれども、第二次補正、今国会で審議してますが、これが通れば3年間で、100日ぐらい増やして300日ぐらいまで使えるようにしたいなということで、今予算審議を行っています。いずれにしても、これもですね、乗り遅れないようにぜひやってください。これ知らないで、なんであの時言ってくれなかったんだと、今日言いましたからね。来なかった方は残念ですね。工業会経由で全ての資料を提供させていただいてますんでね、雇用調整、雇用安定助成金、これぜひお使いください。それからもう一つ、取引慣行改善でございます。昨年来、私ども総経済産業、川上と川下に挟まれて、非常に辛い思いを長年してきたと。この取引の中でですね、それをこう跳ね返していくということで、ガイドラインを作って、だいぶ普及啓蒙をやってまいりました。おかげさまで、大手のユーザー業界、もしくは総経済関連業界でも、このガイドラインの認知度っていうのが上がってまいりましてね、7、8割、大体ご存知でいらっしゃる方が増えてきて、
なおかつその、いろいろな価格交渉の場面でお持ちいただいてですね、今まで、そのなんか一律の原価低減で相当苦しめられているとか、型を保管するときどうするかとかですね、なんかいろんな話ありましたけれども、それに際して、少しずつ、具体的な効果でして、型の保管料をいただけるようになりましたとか、リストを作っていってですね、もう補給品に入った段階では、両方で協議して、廃棄をするようにしましょう、いろんな工夫がやっと積み上がってきて、明るい兆しが見えてきた、しかしね、景気が徐々にこうなってきますとね、お互い苦しくなります。なりふり構わず、またせっかく作ってきたベストプラクティスがですね、全部元に戻っちゃう、こういうリスクはあるわけです。これは絶対後戻りにしてはいかんということで、昨年の12月24日クリスマスイブの日にですね、二階経済産業大臣ヘッドで、有財業界、それから素経済業界、みんな集まりまして、今一度この取引慣行をしっかりと、少なくても下請け代金遅延防止法に抵触するようなことがないようにということで、以後新たにしてですね、会合を開催いたしました。